どうもドーゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてワッサップ、ヤピマルです。どうもです。ということで、どうもマルブラザーズをお送りしていきたいと思います。ということで、最近私のマイブームはワッサップいやピバルです。それ毎回言ってるんですよ。え、最近言ってます。ちょこ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 ファッサーいやピバルです。似てる。いやいや、アレンジを加えてるんです。似せてはないんですよ。似せてはいないんだ。だんだんアレンジ、あれ、オリジナルバージョンのやピバルですになってる。なるほど。お送りしていきたいと思います。で、今日は、ビッグゲームがやってまいりました。はいはい。あの、1対5で戦って1人が巨大化するやつですね、うん。プレイヤーバスプレイヤーの5対1の、ゲームモードなんですけれども、今回来たこのビッグゲーム、新ステージらしいですね。あ、そうなんですね。はい。今回初めてこのチャブ台返しというステージ、なんかあのちっちゃいテーブルが、はい、あのあれがチャブ台、チャブ台に見せてるのかよくわかんない。でもチャブ台って海外ないですからね。そうか、靴履いて家入るもんね。いや、よくわかんない。そこじゃない。そこじゃない。チャブ台自体がそもそもないじゃないですか。ないか、はい、なんで、まあよくわかんないですけれども、まあ、あのチャブ台返しというステージで、ビッグゲーム行われております。で、ビッグゲームなんですけど、あのチケットを消費して、報酬がゲットできるっていうあのゲームモードなんですけれども、うん、これビッグゲーム、実は前回の動画でも言ったんですが、あんまりこうチケットと報酬の関係がよろしくないと。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの他のボスファイトだったりロボットファイトに比べて割とこう効率よくあれするのが難しいんですよね。そうなんですね。そうなんですよ。エメラルド効率的に考えると、そのチケット買ってでもあの回した方がいいっていう効率を僕いつも計算してるんですけれども、うん、ビッグゲームだと5人の場合は52秒以内にボスを52秒でボス倒すんですか。52秒以内にボスを倒せば、はい、ダブルトークンよりお得になる。はあはあ、とか、あと1人の場合、ボスの場合は3分以上生き残れば、3分2秒以上生き残れば、ダブルトークンよりお得になると。僕たちさっきちょっとやったじゃないですか。ちょっとやりました。3人でガーってやったんですけど、はい、大体2分ちょっとですよ。僕も2分ちょっと、2分5秒とか2分、そう、ヤッピーマルさんがやっても2分ちょっとなんで、はい、まあ、あんまりビッグゲームに関しては効率はよろしくないかな、うん。しかもこのチャブ台返し、あの前回のビッグゲームの時が大体平均タイム1分半だったんですけど、はいはい、今回3人の平均タイムが大体2分なんで、まあ、ちょっとこう難しいのかな。確かに。だから 鬼有利かな。鬼有利かもしれない。タイム稼ぐんだったら今回は結構チャンス、はい、確かに確かに。だからその鬼として最高タイム叩き出した人はチャンスかもしれないというステージでございます。なんで鬼になるのがまず6分の1です。そうなんですよ。割と慣れないんでね、チケットを今回あんまり余ってない人は消費するべきではない、ステージかもしれません、といったところで、じゃあ本日何がおすすめですかね、ヤッピ先生。長かったんですよね、ステージが。あ、そう、ステージが広いんで。広い感じがした、はい、なんで、あの物資って草も少なかったんで、あのコルトとコルトリコシェが結構強いかな。コルトとリコシェ、あ、リコシェも難しいからな。この長弾をうまく使ってダン、バーってダメージ入れるって感じですよね。あとやっぱレオンがさっきめちゃめちゃきつかったんです。レオン行こうかな。草が少なくて、確かに広いから足早いから、足早いとレオンでいきます。はい、結局レオンなんすな。え、いやいや、いいじゃないですか。僕は最近レオン使ってないんで。そうです。レオン。さあ、鬼になるかどうかも大事ですよ。確かに鬼になったらちょっと嬉しいですね。なりたい。この前の動画のコメントでもビッグゲームで鬼になりたくて30回やったけど1回もなりませんでしたみたいな。いやー厳しい。いや、そうなんですよ。そうだと。いやー、なれない。うわ、しかもキングプリモだ。やば。え、やばプリモ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 。これやばプリモですよ。完全に。え、ここ縦が長いんですよね。だから長いですよ。これ長い、すごい長い。あれ、いない。隠れて隠れて、どっか左上で隠れてるのか、どっち。あ、いた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 。モーティス、モーティスか。やばいやばいやばい、みんなみんな助けて。まあ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 、でけえ、でかい。なんか普段よりでかい気がする。ボスって感じする。ボスって感じする。さあ、これ消えますか。危ない危ない。これ消えるんで、一体はあれですね。なんすかなんすか、見える、見えてる。リスポーンしてから行くまでの、あ、リスポーンしてから行くまでに足をもう早め、あ、でもそれスタパは僕持ってないんで。なるほど。あんまりいらない。そういうことです。そういうことです。そういうことか。はい。さあ、まあでも通常もね、あ、やばいやばい、あ、意味ね。通常は強いですよね。通常攻撃も強いですし、あの通常も足が一番速いんで。そっか。このモーティス何してんの？ボス。このモーティス何？視聴者さん、まさか。視聴者さんじゃない？これこれこれ。戦え戦え。遊ぶな。戦え戦え、お前。こら。行きなさい行きなさい。多分視聴者さんですね。今僕についてきてたんで。これボス側もあるんですか？足速くなってるんですよね。ボス。そうそうそう。全部パワーアップしてるのか。
めちゃめちゃ強いんですよ。あーでもシェリーのカンストのあれがだからこれ結構レベルも反映されるから自分の一番強いキャラクターとかもいいかもしれない。素直に素直にレベルが高いキャラクターとかでもいいかも。みんな来てみんな来てみんな来て、ずっと殴られてる。よし消えよう。一旦消えて、いい一旦消えてまた出てきて、あーやられた。さあさあさあ、いけシェリーがめっちゃ頑張ってくれてる。さあ今1分半、あともうちょっと、あともうちょっと、いけるもうちょっと、いける、だいぶ削る。2分切りたいですね。2分切ったら、まあでも2分切ったら結構すごい。52秒切った、52秒もう過ぎてるわ。いけそう大丈夫いけるあー逃げたあとちょっと、OK ありがとうございます。2分は切りました、1分54秒でございます。すごい。あ、でも相手カンストプリモだった。あとはすごい、やっぱってことはやっぱレオン強いんですね。レオン結構強かったね。結局レオン強い。あと味方のシェリーのカンストの、あの足遅くなる能力がすごいいい感じに刺さってましたね。さあといったところで、まあ、あのちょっとやっていったんですけれども、今ので、21ポイントだったんで27を超えると効率がいいと。効率がいいと、まあでも効率だけじゃないですけどね、もちろん、まあ、もちろん面白いですもん、はい、面白いだから、まあ普通に今回はチケットまあ1枚消費でコツコツやっていくのがまあ無難かなと、うん、はい、で楽しんでやって、そうで効率いい時にチケット20倍とか、がっつりチケットを貯めてそこで、勝負するのがいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃちょっと他のキャラもやってみますか。リコシェ苦手なんですよね。むずくないですかリコシェ。まあ、はい、まあボスになったらすげえ面白そうじゃないですか。確かに怖い。あーブルボスでも私も全然ボスになれないんだけど。あ、でも2体いるんで、2体リコシェいますね。結構、あ、パムもいますね。パムオバト結構ね、あ、いない。どこにいる。隠れてあそこだな。開幕これ隠れるの。あー左か。あーって、あ、うまいな。しかもうまい。いやー左下行ってる。いやーこれうまい。これうまいですね。リコシェで、こういうことそう。あー消えた。いや相手うまいですよ。これそうか、ブルああいうことできるのか。そうそうそう、ブルならブルで、ブルも面白いな。ボスブル面白い。あーでもすげえ面白そう。すげえピンポン玉が、すげえ跳ねてる。ピンポン玉みたいになって、おー いけるダブルリコシェプラスのハモバもいますから。俺は避けられまい。俺はあるでしょ。あーやばい、やられた。まあいやでもいいペース、はい、でもここでもう52秒経過してますからね。え？ここなんですよ。ここで倒すのが、ここで倒すと、ここで倒したらプラス。プラス。全然、はい。ボーダー。あ、違う。オッケー。あー、ブルが逃げた。あ、でも1分半ぐらいでいけそうじゃないですか。やっぱリコ強いな。リコ強いですね。おー、こいつ。全員リコシェだったら。さらに、ゲージが溜まるからどんどん出せるからさ。いける。強い。これいけるぞ。これはすごい。いじめみたいになってるけど。確かに。面白い。わー、薄いです。ワンチャン。OK!1 分半切った。1分26秒、うん、これでさあ今まででベストタイム、これで24なんで、やっぱ27にはちょっと届く。遠いっすね、ちょっと。今の完璧だったけどな。配信の速さよ、今。配信の速さ。でもリコシェありっすね。リコシェありリコシェはめちゃめちゃ強かった。じゃあ最後、先生のおすすめもう一つ、コルト行ってみます。はい、コルトでしたっけ。コルトです。コルトはもう、なるべく壁をやっぱ破壊することを意識して、なるほど、味方のためにもね。はい、確かにどんどん敵打ちやすくするために。いやダイナマイクボス、あ、でもあマイクボスどうなんだ。マイクボスこのステージだと強いのかな。強いと思います。投げが強いと思います。それこそ、あれですよ、壊さないと壁。そう、壁壊しが小鈴さんにかかってますよ。頑張ります、きっと。いやもう死んだ。怖い。やばい。てかダイナマイクボスはやばい。ずるずる。このステージダイナマイクボス、ダイナマイクボスは本当反則。危険すぎる。あ、でも壁壊してくれた。あ、壁壊してくれた。なんでこれ多分バーリーボスやったらマジでやばい。なるほど。確かに。ウルトモ。ボスバーリーはやばそう。ボスバーリー狙いたいな。まさに火の海や。確かに。しかもこうな、体力も高くなるし。いや遅い。壁はちょいちょい壊れてきてますが、コルトだと壁が最初多すぎる。そうなんですよ、ね、最初はきついんだ。ウルトがたまらないですね。リコシェ強かったですね、さっき。面白そうだった。リコシェ面白かった。これでもうバーっていっちゃっていいですか。バーっていって、こんな感じで結構これで動きやすい。確かにこっちも味方もね、やりやすいでしょ。見通し良くなったし。いやでも攻撃力高え。
一発が強い。これボスのダイナマイク、はい、あのスターパワー持ったら飛べるんじゃないですか。飛べるんじゃない、確かに。確かに。そうなったらもうやばい、終わりだよ。スターパワーも確かに。どれぐらい飛べるのかちょっと試してみたい。どれぐらい飛べるのか見てみたい。ジャンプ力変わるんだって。変わるんじゃない、だって普通だったらやだよ。普通だったらあれじゃないですか。あ、でもいい、いい感じですか。エルプリの時代飛んできたらやだよ俺。強い強い強い、オッケーオッケーオッケー、みんな頑張れ。あ、でもこれやりやすそうですね。これいけそうですね。あ、初めどうなることかと思ったけど、あ、終盤やっぱり壁がなくなると。そうですね、壁がなくなると相手も隠れれなくなるから。やばい、よっしゃー。あ、今回も2分は切りました。おー、まあぼちまあぼち。こういう感じで、まあ、壁をうまく利用できるキャラクターだったり、まあ、壁を壊してあげれるキャラクターだと、より今回のビッグゲームは、ちゃぶ台返しうまくできるかなと思いますので、ぜひ皆さんもあのチャレンジしてみてくださいということで、はい。じゃあ本日は、まあ、あの雑談しながらビッグゲームをいう動画だったんですけど、まあ、3人でもね、いろいろ企画やったりだとか、あと、まあ、トラゲやったりいろいろやっておりますので、ぜひともドモマルブラザーズの動画もね、チェックよろしくお願いいたします。お願いします。お二人のチャンネルリンク下の概要欄に貼っておりますので、お二人のね動画もぜひぜひよろしくお願いいたしますということで、じゃあ本日のまとめボンさんお願いいたします。ボスがやりたい。いや、そうじゃないですか。まあ、やりたい。ボスでこれやりたいとか。やりたいけど、あの、あれですね、チケットを一番積んだやつが、はい、なれるとかだったら面白いです。オークション、オークション、オークションシステム。それは面白い。それ面白いですよね。俺、5でボスできたんだけど。いや、無限になって、20じゃなくて無限で、積めば積めば。100積んでできなかったけど、ショックよ。確かに、100積んだのにボスできませんでしたっていう動画を撮ったり。あ、おもろいですね。面白いですね。面白いですね。まあまあまあ、あの、今後実装されるかもしれません。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。